沖縄手帳発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、内縄のことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。ハイサイエグスリオ中ガラミラ、沖縄手帳発行をしておる、前城徳七やいびん中いたしくおにえさびら中華ナビラ、沖縄手帳編集アシスタントのユナファジンヤイビンユタサラグトゥニガイサベラ。聞き手は沖縄留学中の FM ギノワン田辺ゆきです。ユタサラグトゥニガイサビラ。はい、チョンクの、ミッチャイシュウクイサビン。さて、この番組を通して一緒に沖縄の時間を取り戻しませんか。この番組では面白いコーナーをご用意しています。まず今日の小読み、そして今週はウチナークイズ、そしてジンの内縄口講座、それから、メインコーナー沖縄の今日の出来事があります。56分までお付き合いください。沖縄手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは okinawatechou 沖縄手帳 @gmail.com です。またユーストリーム、ツイキャスでも、映像と音声をネット配信しております。各局のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。たくさんのツイートお待ちしております。またサイマル放送でも、お聞きできます。リッスンラジオからお聞きください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただきます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は丸政印刷と沖縄サービサーの提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。はい、じゃあ沖縄手帳から今日の小読みです。11月7日下内地ですね。今日は旧暦では9月の19日、土の絵いるんです。今日の晴天確率は 63%、 今日とてもいい天気ですね。で、大潮です。で、これからですね、15時2分に干潮75センチ、それから夜の20時54分に満潮が来ます。210センチです。で、今はですね、沖縄季節ごよみでは、晩秋になっています。まあ、遅い秋ですね。11月1日から12月1日までが晩秋で、12月2日から冬となっています。さらに今日の暦を見てみますと、立冬なんですね。二十四節気で立冬、冬が経つと、まあ、冬の気配がそろそろ感じられる季節ということなんですけど、どうでしょうか。沖縄はまだまだ暑い夏が続いています。夏夏、そうだ、はい、秋どっちですかね。はい、実はね、この沖縄手帳の今日のページの段の上の方を見ていただくとですね、立冬、11月7日の頃、夏の戻りで暑くなる、10月夏川という言葉があります。
那智川、那智川、那智川、はい、十八那智川、そうですね、あ、那智川、はいはい、はいはい、夏、小さい夏ってことですね、小さい夏ですね、はい、で、ここで言う、あの10月は、旧暦なんですよ、で、今日は旧暦で9月19日ですけど、ウルー月だったんで、はい、普通で言えば10月ですね、旧も10月なんぐらいですね、今頃になるととても暖かい、太陽が戻ってきた、夏が戻ってきたような日が、あの、出てきます。これを沖縄で10月那智川と言ってるんですね、はいはい、うんうん、本土で言うとね、これに当たるのが、あの、小春日和っていうのがありますね、うん、小春日和は、あの、春にあるんじゃなくて、冬のちょっと前、晩秋あたりに出てきまして、春のような暖かい日差しのことを小春日和というらしいんです、うん、で、沖縄ではそれがちょっと合わないと、春が来たんじゃなくて夏が来たような暑さだということで、あの、沖縄気象暦というのを作りました、北村真嗣さんのこれ言葉なんですけど、はい、小夏日和とも言ってます、うん、この方が沖縄にぴったり合うだろうということです。へえ、そうですね、うん、だいたい立冬からしばらくはこの小夏日和、方言で言えば10月那智川の季節ですね、うん、まあ、季節によりますけど、あの、南の方から暖かい風が吹くと晴天に恵まれて、とても暑い真夏のような日差しがやってきます、まあ、11月1日で衣替えしましたけど、また今日もう一回衣替えしてですね、あの、半袖とか狩牛に着替えて出かけると、まあ、そういうような時期が今日この頃です、うん、ということですね、うん、再放送をお聞きの方は、今日は11月12日日曜日です。続いて、ね、いいですかね11月から沖縄手帳を発売しています。あ、10月か10月でしたよねあれと思ってちょっと、あの、あ、でも早いです、もう11月ですもんね、はい、それで、あの、沖縄手帳の使い始めは12月の1日から使い始めできるようになってるんですよね、はい、ですから11月というのはその新しい手帳を使い始める前の準備の時となります。はい、古い手帳と新しい手帳を付き合わせてですね、さあ来年どんなことがあるんだろうかというのを考えたりするわけです。そのために新しい手帳の使い始めの準備の期間、それに関する知識といいますか、まあ、情報をちょっとお伝えしていきたいなと思っています。皆さんも買いましたかね、来年の、はい、2018年の手帳、はい、先週はですね、手帳の持ち主欄の記入方法についてお話したんですよ、はい、あの、これプライバシーの問題があって誰も書かない人が増えてるんだけど、はい、そうすると手帳なくした場合に戻ってこないんで、最低限名前、これニックネームで構わないんですけど、それと連絡先はぜひ書いていていただきたいということです、はい、で、今日はですね、記念日について話をしていきたいと思うんですよ。あの、先週はね、こんな川柳を紹介しました、うん、新しい手帳に妻の誕生日と、はい、あの、女性とても喜ぶようなことなんですけど、家族とか友人の誕生日だとか、結婚記念日とか、出会いの記念日とか、あるいは辛い出来事があった日だとか、あるいは親戚などの命日とか、あるいは会社の、あの、設立記念日、イベントのあった日とかですね、こういったのを新しい手帳にちゃんとメモしていこうと、そのための情報を整理しましょうということなんです。いろんな記念日がそれぞれあると思います。例えば、あの、サラダ記念日という本が、あの、大ベストセラーになったことがあります。大体もう2、30年前かもしれませんけど、あの、なんと短歌の歌集が280万部売れたと。この人高校の先生してたんですけど、2年後に辞めてですねちゃんと文芸評論家になってますけどね、あの、短歌の専門家になってますけど、そのサラダ記念日で出たのが、この味いいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日。まあ、若い夫婦か恋人で、女性がサラダを作ってあげたら、それを喜ばれたんで、これは私のサラダ記念日にしようというような気持ちを歌った歌なんですけどね、まあ、こういうふうな記念日がたくさんあるかと思います、うん、それでね、記念日について、いろいろ考えた必要の中で一つ分かったのがあるんですけど、
男はですね、男性はですね、手帳を仕事の延長で使う人が非常に多いです。約束の日だとか人に会う日だとか、これをメモしていくのが多いです、うん、女性は個人的な出来事を中心に使うのが多いです。記念日を書いたりするわけです。その結果男性はですね、この1週間のページ毎日毎日のところにメモしていくという人が非常に多い、うん、で女性はそうではなくて、沖縄手帳の先の方にありますけど、月間ダイアリーですね、うん、見開きの1ヶ月間のスケジュール表があります。それを使う人が非常に多いと。特に女性用の手帳にはこの週間のページがなくて月間のページだけというのも結構多いんですよ。でこれはなぜかなというふうに考えましたら、記念日をどれだけ大切にするかということと関係があるということらしいんですよ。である心理学者曰くですね、女性は記念日とその時の感情が一緒になって記憶されています。だから最初に男性とデートした日だとかね、プロポーズした日だとか、あるいは誕生日だとか、それが全部感情とセットになってるんで、考えることがとても楽しいらしいんです。月間カレンダーを開いて、今年はこんな記念日、こんなことがあったというのを考えながらですね、楽しみながら、食事はどこに行こうだとか、なんかプレゼントをしようよとか、ちょっとびっくりするようなことをやりたいとか、まあ、こういうのを楽しみながら考える。そのためには一覧で分かる月間カレンダーがとても便利ということになるわけですね。男性はこう記念日と感情がセットになるというのは少ないみたいで、誕生日だから誰々が生まれた日だなということでほぼ終わっちゃうらしいんです。そうするとですね、男性と女性の誕生日に対する考え方というか、ズレが出ましてですね、男性の方はついうっかりすると、大切な女性がちゃんと覚えている大切な記念日を忘れてしまう、あるいは誕生日を忘れてしまう、あるいは結婚記念日を忘れてしまって、後で、お叱りを受けると、まあ、こういうことが結構出てくるんですよ。そういうこともあるんで、男性には一言、この大切な記念日を忘れないように、沖縄手帳の後ろの方にあるマイメモリアルデーというページがあります。これ、ノートサイズの方には今年から1ページだったのを2ページに増やしてまして、たくさん書けるようになってるんですね。ここにいろんな記念日を探してですね、ぜひメモしていただきたいなということです。でこのあとはですね、そのメモリアルデーの方に、ここのページですね、大切な記念日というのをなるべくたくさん書いてですね、整理すれば、また残ってきます。このメモリアルデーを書いて、それを月間カレンダーに移す、月間カレンダーに書き写すわけです。そして毎日の週間のページにも書くと、そうすると忘れないんですね。事前に分かる、その日のページだけに書いてるとですね、直前まで気がつかずにどんどん他のアポを入れてしまってですね、大切な記念日に何もできないと、まあ、こういうことになってしまいがちですので、まずは新しい手帳に移る前に自分のいろんな記念日というのを整理しましょうと、でメモリアルデーに書きましょうと、書いたらこれを月間カレンダーに入れましょう、そして毎日の習慣のその日のメモを入れましょうと、こうすると絶対に忘れません。記念日の幅も広がって、来年とても花風な年になるかと思います。いい使い方をぜひやっていただきたいと思います。今日はそういうことで手帳と記念日に関しての使い方のお話をしました。来年はですね、この沖縄手帳にもありますけど、人生儀式、生まれてから亡くなるまでの節目節目のいろんな儀式がありますので、その見方とか、知り方、知識について沖縄手帳の上手な使い方のお話をしていきたいなというふうに思います。ぜひ、まあ、来週も新しい手帳を買ってですね、その使い方をですね、工夫していただきたいなと思います。徳一さんのマイメモリアルで大切な記念日、誕生日などっていうページはじゃあぎっしり書かれているんですか？私もスカスカだったですね。あ、スカスカ、あ、意外ですね。うん、それでね、やっぱ忘れるんですよ。で、家内から何月何日、何があるから覚えてねって言っても、すぐメモしないといけないんです。で、私も今度の連休、ちょっと家族の大切な記念日があったんで、バッチリやってきましたんで、うん、でハンディサイズはそれで今までの1ページから2ページに増やしました。
なるべくたくさん入れればですね、あの1年間の楽しみも増えるかと思います。お子さんの何かとかですかね。そう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 。女性はたくさんいるじゃないですか。もう年子もね、若い女性から聞いたらさ、あの付き合い始めて何年目はこの日だとかね、うん、初めてこういうの言われたらこの日だとかね、うん、まるでサラダ記念日みたいな思いでたくさん持ってる人がおるんですよね。ゆきさんもあると思いますよ。ないです、全くないです。ちょっとはっきり言って一個も共感できなかったこっち使わないんです私、あの、うん、月間の方、1日1日の方しか、うんうん、あ、男性的な脳、ね、をしてるかもしれません、うん、でも個人の生活を増や、あの豊かにしていくためにはここを使うっていうことなんですよ ね、 ね、この使い始めにちょ これはもう絶対外せないっていうのはね、何個かは皆さんお持ちだと思うので、うん、メモしておいたらね、そう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 、いいですね。まあ、家族の誕生日だとか大事な人の命日だとかお付き合いの範囲の問題がですね、うん、それとゆっくり思い出してね、自分の記念日を探してちゃんと記録しようというのはとてもいいことだと思います、ね、この手帳ちゃんとお膳立てしてありますね。はいはい、そのために段取りよく過ごせるように使っていきましょう。はい、はい、ぜひ2018年の手帳ね、まだ買ってない方は書店やネット通販でも売っておりますので見てみてください。はい、うちなクイズ、うちなQ。うちなQです。はい、今日の問題は何でしょうか。はい、問題出します。その前にですね、あの今日は後で今日の出来事にも出てきますけど、あの沖縄にこだわり続けたニュースキャスターのつくし哲也さんが亡くなったのが2008年の今日の日です。あ、そうなんですか。だから今日は、9周年になります。つくしさんはたくさんの沖縄の歌をニュース23 の、 あのエンディングテーマに採用してもらいました。でネーネーズが黄金の花を発表したときに最初の日に会場にいたらしいんですね、うん、でとても感激して、まあ、涙が出るぐらい嬉しくなって、まあ、その場で、エンディングテーマに採用したいというふうに申し出たという話もあります、うん、結局それがきっかけになってネーネーズが全国的に有名になったというきっかけがあったんですよ、うん、でさてそのネーネーズという名前なんですけど、うん、姉さんたちという意味ですね、日本語で言えば、うん、はい、でこれの実際はですね、元の名前があるらしいんです、はいはい、でその元の名前を省略して、うん、ネーネーズというふうに言ったということなんですね。これはもう分かりました。はい、これそれではうちなクイズです。はい、問題です。はい、ネーネーズの名称は元の名前を省略したものです、はい、さてその元の名前とは何でしょうか。はい、3択です。はい、ティーチ、ティーチ、赤バナーネーネーズ、赤バナーネーネーズ、2、ターチ、キジムナーネーネーズ、ターチ、キジムナーネーネーズ、ミーチ、ハイサイネーネーズ、ミーチ、ハイサイネーネーズ。はい、この中のどれかが最初の本名です。はい、ぜひ、応募してみてください。応募ということはまた何かあるんですか。応募して、もしかして催促したりして、はい、多分正解者には何かあったりするんですか。ゆき、はいはい、さんが歌を歌ってくれるかもしれないあ、じゃああんまり応募ないかもしれないですね。いや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 、じゃあ回答は番組の最後に発表します、はい、ぜひツイキャスでもメールでもいいので答え送ってください。はい、では曲を。あ、そうか。で今日はつくし哲也さんの命日というのもありますんで、つくしさんがニュース23でエンディングテーマに採用した歌の中からいくつか紹介していきたいと思いますが、はい、ここでさっき出ましたネーネーズの黄金の花、これを聞いてみましょう。
らかに違いますよね。これ CD 間違ってるんじゃないですか。ちょっと今チェックしますね。まあこういうこともたまにあるんですな。ちょっと中身見ますね。あー CD と中身とか逆に入れ物と。じゃあちょっと喋っていてください。はい、じゃああと一つのやつも間違ってないかな。あの平和の流化、これがあるかな。逆になってるか な, るかな。筑紫哲也さんは結構ね沖縄の歌をあのエンディングテーマで流してくれたんですよね。リンケンさんもそうですしね、カレーで後でまた別の歌も出てきますけど、大工哲郎さんとかいう方も彼のエンディングテーマに出て非常に有名になったと、全国的になったと。ではクガニの花です。ネーネーズです。ネーネーズです。でも小田見坂なんか見たら自分なんて欲しい。それは今はそうだけど、この出た時はねえねえなのに。この前ね、栄町のレストランに行ったら、凛介の絵があった。凛介の服を描いた絵があった。これは誰が描いた？わからない。金城なんとかさんって人だ。あの人ですかね。なんだっけ、パイナップルツアー。リーグ監督。違う、金城なんとかさんの人いたよ。言われなくてもなんか分かる気がする。あと2分あるんですけど、切ります？
音飛びしてますね。ネーネーズのクガニの花をお届けしました。はい、CM の後はうちな愚痴講座です。はい、音飛びありです。やばい、やばいね。5秒前です。じゃあジングルからいきます。島のくつばわしいね、くにんわしゅん、じんのうちなぐち講座、ならちとらしい。はい、さい、じんのうちなぐち講座中のうちなぐち山、うちなぐちの発音についてやびしが先週ぬがな、いと、いについてで、うん、え、ぬの話しする土屋ビタガヤ、うん、なんだと、うん、誰も覚えてない、誰かも覚えてない、なんだか覚えてないけど、あの真摯覚えておいてくださいよ。まあまあうちの口の発音にこのイの発音、うん、まあまあこの言葉によって単語によって発音の仕方が変わるということを なぜかやったんですけど、うん、まあそれで今日このイの発音について説明したいと思います。うちなぐちにはこのイの発音が2種類ありまして、まあイだけではないんですが、この言語学的に言うとこの正門閉鎖音、正門閉鎖音というのと、まあ、柔らかな声立てという2つの、まあ、あの専門的に言うと英語ではグロッタルストップというのと、うん、グラジュアルビギニングという発音の仕方があります、うんうん、でこれはもう発音のこの差し分け、この違いをはっきりさせないと全く意味の異なる言葉になってしまうので、うん、内名口でも重要な発音の一つなんですが、例えばこのイというのが分かりやすいんですが、文字で書くとこの、まあ、今一般的に使われているアイウェオのイと、イでもう一つこれは古い日本語の文字で見られます、イという発音が言えます。これはまあ今でも同じようにイと発音されて、これはただ古い文字という感覚があるんですが、実は発音が違うからこの文字も違っていてですね、イとイ、まあこの先ほど言ったグロッタルストップというのがこの新しい方のイです。新しいというかイで、このグラジュアルビギニングというのがイという、要はこのイというのは急にあ、い、う、え、おのようにい、急に声が発されるんですが、うん、いというのは英語でグラジュアルビギニング、要はこのフェードイン的に入っていくような、うん、あの柔らかな声立て、うん、いと、うん、いこの違いがあるんですが、なんでこの発音の違いが大事かというと、例えば、沖縄の組うどいにもあります、まあ、手水の縁というのがあります、うん、まあまあ、あのうちなぐちで発音すると手水のいんとあります。この縁、縁結びの縁ですが、はい、これをこのインのイで発音してしまうと手水の犬という意味になってしまうんですね、うん、それしたらなんか動物の話なのか何なのか分からなくなってしまうということで、この縁結びの縁という発音を正しくするためにインという表記が正しくなってきますね。そうするとまあこのストーリー の雰囲気も分かると、手水の犬と。で他にも、例えばイン、指のことを内名口で分かりますでしょうか。指、イービですね、うんうんうん、これはこのグロッタルストップ正門閉鎖のイ、イービってことで、じゃあイーヒというのは内名口で言うとこれユカルヒじゃない、イーフィになります。この時はイーフィではなくてイーヒ、その時は口の形とか発音の仕方になるとですね、うん、イ、イ、このイ、イという
なんと言ったらいいかな、うん、いではなくて いい徐々に発音を始める いではなくていいしかも上がるんですか、途中で伸ばしながら上がるんですか。いそうですね、このの、あの、このグラジュアル、グラジュアルビギニングなので徐々にという、グラジュアルってことはグラデーション的にってことですか。そうですね、段階的にってことですか。いはい、いという突発的に小さいつが入るような発音ではなくて、うんうんうん、いというふうになります。他にも例を挙げれば、入ることを、部屋に入ることをイーンと言います。部屋階イーン、うん、イーンで、座ることをイーンと言います。はあ、違うんだ。そう違うな。あ、じゃあ部屋に入って座んなさいって言ったら、部屋に、はい、入ると、いいれで座りなさいは、いいれ、いいれ、いいれ、なんか似た言葉でも発音が違うだけど全く違う言葉になるんですよね。イン、イン、話、言葉、あの、声を発声するときに区別しないといけないですね。そうなんですね、うん、だからこれはもう、あの、皆さんご存知のイハフユも、うん、あの、この彼が書いた文献の中で、この沖縄の発音について書くときは必ず、イとイの、あの、うんうん、言葉をちゃんと差し分けを、はい、ちゃんと文字でも表記していることでも有名なんですね、うん、はいはい、いや、まあ、これはでも覚えといた方がいいですよね、うんうんうん、なんかね、この グロッタルストップでしたっけ、うんうん、何でしたっけ、グロッタルストップ、グロッタルストップで言ったら、うん、内な口っぽくないんですよ、うん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 、だからこの私このコーナーだけ返事うーって言ってるじゃないですか、はいはい、これもうーって言ったら違いますね、うんうん、なんかねそうですね、これもうーですよね。そうです、そうです。これも例えば、これはチューガナビラも、チューウガナビラと、うん、ウで発音されることができるけど、うん、正式には中ウガナビラと、中ウの発音になる、言いにくい日本、ウガナビラ、日本の古典でもこの文字は使ってるから同じ表記、そうですよ、ね、発音してたんだろうね、うん、ただもう今の日本語にはもうない発音になってしまっているので、うん、まあ、内名口もだんだん簡略化されてきてしまっているのではあるんですけれども、はいはい、やっぱり民謡歌手の方々はやっぱり、そうだ、ね、うん、綺麗な発音で歌った方がいいのかもしれませんね。まあ、はい、まあ、これは例を入ればキリがないんですけれども、今日はイとイの発音の、うん、まあ、違いがあるということを分かるだけでも上等かと思います、はい、以上、人の内名口講座ヤイビータン。なんか言葉が、うん、発音がたくさんある方がなんか複雑じゃないですか、で、うんうんうん、それを操ってる人ってなんかすごいですよね、うんうん、僕の、ね、友人で、まあ、来年の沖縄手帳の、あの、与那国のドゥとシュリの優香は、もともとは同じだと、うん、と中曽根清前先生が言ってたと。何と何が一緒、 D と Y が昔は同じ発音であったと言ってきた人がいるんですけど、うん、私もあまりできないただ、あの、方言なんかやってる人も聞くとね、あの、宮古だとか八重山とかの出身の方とっても有利だって言うんですね、うんうん、あの、どんなね練習しても普通の標準語を使う人は発音できないような破裂音だとかいうのが、うんうんうん、すぐできちゃうんですよね、うん、そう言いますよね。だから田舎の人は方言やった方がいいですよとは言うんだけどね、うん、面白かったですね、うんうん、そうですね、はい、今日は発音についてでしたね。発声かな、次の内縄口講座でした、うんうんうん、じゃあ次、あの、音なしでアナウンスから始まりますので、うんうん、20秒前です。5秒前、4、3、2、1。沖縄手帳発行人の時間をお送りしています。お相手は、はい、手帳発行人の前城です。手帳編集アシスタントの陣と、
沖縄留学中のユキが FM ギノワンのスタジオより生放送でお送りしています。 FM コザ FM 那覇でお聞きの皆さんも、メッセージお待ちしております。アドレスは OKINAWATECHOU 沖縄手帳 @gmail.com です。次のコーナーではここ1週間の中から面白い今日の出来事を紹介します。沖縄手帳の今週のページをお開きください。今日は2つトピックがあります。では1つ目、1871年11月6日宮古島線台湾に漂着、台湾遭難事件起こる。はい実際は昨日の11月6日なんですけど、これはとっても分かるようで分からない話で、なんで遭難事件がそんなに重要なのかということなんで、はい、それちょっとお伝えしておきたいと思います、はい、でお手元にですね、沖縄手帳をお持ちの方、資料編のですね沖縄歴史年表というのを開いてもらいたいなと思います。今年の手帳だと16ページ17ページです。沖縄手帳には沖縄の歴史年表を、両面やってまして、左側がですね、琉球処分まで、で右側は琉球処分以降というふうに分けています。でこの事件は左側の琉球処分の前の一番最後下の方のページを見ていただくと出てきます。とても時代的に複雑な難しい時期なんですけど、例えばですねこの左下の年表を見てみると、沖縄の出来事、日本の出来事と並んでまして、明治代1868年に明治維新、1871年に廃藩置県、日本国内の藩がなくなって県が置かれたんですね。で1874年に台湾出兵、日本が台湾に兵を出しました。これがこの事件に関わっていきます。そして1877年が西南戦争で、一方沖縄側はどうかというとですね、その頃に近いのが、1866年明治維新の2年前ですけど、最後の殺法師が来流してます。つまり中国の皇帝からの使者が南寺を琉球国中山王に命ずるという最後の事例を出してるんですよね、で1972年琉球王国が日本政府により琉球藩になるわけです。本土で廃藩置県が行われての、本土ではもう県になったのに、その翌年に沖縄でわざわざ琉球王国を藩にしてですね、で藩主は琉球国王がそのままなったと。1年ずれて妙な不思議なことをやってるわけですね、そして1979年に琉球処分で琉球藩が廃止されて沖縄県が置かれると。つまり本土の廃藩置県の71年から8年間遅れて、沖縄県ができたと。で沖縄県ができた時に初めて県知事は本土政府が任命するという形になりまして、これまでの国王が藩主をしてましたけど東京の方に連れて行かれると。で琉球王国というのがなくなると、非常に激動の時期がこの辺にあったわけなんです。その時の非常に微妙な時期にこの宮古線の台湾遭難事件というのが起きたわけです、でその頃琉球王国が日本に属するのか中国に属するのかということ、実際には両方に属してたわけですけど、それをめぐって、大変な論争が新国と日本の間で起きていました。その微妙な時期に1871年の今日の日なんですけど、首里風に年貢を納めての帰りの宮古島の船が暴風に流されて台湾に漂着をします。でそこで、乗組員は台湾の原住民、これ台湾のずっと南の方なんですけど、いわゆる山地同胞といわれる少数民族が空いている地域に流れ着くわけなんですね、でそこで、大変悲惨な事件に遭うわけですそこの原住民の部族たちは首狩りの習慣を持ってまして、乗組員のうち54名が殺されて首狩りに遭うと、で生き残った12人がようやく救助されて新国にたどり着いたという事件があります、でその後もですね、人的な被害はなかったんですけど土佐の船が遭難するという事件も起きたわけです、
で明治政府はこれを有利に使おうと思いまして清国に抗議をしたんです、はい、で清国からは、琉球は清国の属領なので日本がとやかく言うことはありえないと突っ張れたわけですね、はい、で、それで日本明治政府は清国が台湾の原住民を管理する責任をおろそかにしたからこんな事件が起きたんだということで追及したわけです、はい、で清国は回答はですね台湾の正番正番というのは先住民族のことを言うんですけど原住民は汚いの地化ける外の地民汚いの民であると中華文明の及ばない野蛮人だと、まあ、台湾には中国人も清国人も住んでるし原住民も住んでるわけですけどその原住民の人たちは、清国の文化文明が及ばないところにいる野蛮人だから自分たちはこれは責任を負わないというような回答をしたわけですね。で明治政府はこの回答をもらいましてむしろ逆にね介入するいいきっかけだと清国の責任が及ばないのであれば、うん、直接日本が台湾の原住民正番を征伐すべしだという声が上がってきたわけです、はい、で3年後明治政府は1874年に台湾に軍隊を派遣しました。司令官は陸軍中将の西郷嗣道これ西郷隆盛の弟さんですねが率いる3600人の軍隊が派遣されました。実際はこの軍隊は西郷が募集した失業種族が中心でですねこの失業して飯が食えなくなった種族の救済事業として軍隊を派遣したんだと言われています。で清国はこれ台湾は清国の領土であるとでそこに日本が軍隊を派遣するということに対してはこれ認められないことで抗議をしたわけですね。で欧米、フランスとかイギリスとかもアメリカもですね日本がそこに軍隊を派遣することはこれは良くないということで批判をしまして、うん、で当事者であった琉球王国も当然清国の間で摩擦は起こしたくないので、うん、軍隊は派遣しないでもらいたいというふうに要請したんです。こういった要請を受けて国際問題になりましたので明治政府は実は西郷軍に対して一旦派遣中止の命令を出すんです、はい、ところが西郷軍側はもう盛り上がってましたね。兵隊たちはこれ派遣されないと仕事がなくなっちゃうんでそれに強硬に出まして結局東京の明治政府の言うことを無視して長崎から船を出すんですよ。で台湾を目指して進んでいくわけですね。で政府も結局その軍の強硬論に引きずられる形で台湾出兵を承認していったと。なんか満州事変に非常に似たような感じなんですけどね。で日本軍は台湾につきまして、まあ2週間程度で現地の部族を征伐して降伏させたと、まあ、近代軍隊と首狩り族との戦争なんでこれも戦争らしい戦争じゃなくてすぐ簡単に征伐をしたわけなんですね、はい、で明治政府は清国と交渉をして損害賠償を要求したんですよね。でその中で琉球の人民のことを日本国属民が被害に遭ったんでそれの征伐に日本は軍隊を出したこれは正しいことであったというふうに認めさせたわけですね。だから初めて琉球民が日本国属民であるということが条約の中に載ってきたわけですね。で清国は清国と中国がこれで明確に琉球は日本のものだと認めたわけじゃないんですけど琉球の人たちを日本が保護するのは、まあ、当然だということを認めてしまった形になったわけです。でこの事件をきっかけに、日本明治政府は清国に遠慮していた琉球処分を一気に進めるということになったわけですね。でその時日本が得た賠償金は50万両だと言われてるんですけどこれは実際軍隊の費用の10分の1にも満たなかったと言われてるわけですね。だから中国と清国との交渉の中で琉球に対する影響を認めるために交渉したというのが実態じゃなかろうかと言われるわけなんです。でこの都島民の遭難事件の後で琉球処分が一挙に進められて1879年には琉球藩がなくなって沖縄県が置かれて琉球王国が滅びて、王様は東京に呼ばれて、
米政府の任命した県知事が着任するとこういうふうになったわけです。ですから宮古島民の遭難事件というのはあの沖縄の方向を決めたということで非常に大きな出来事だったわけですね、はい、で今では中国側はですねこの事件があの日本のアジア進出の第一歩だったというような見方をしています。いずれにしても重要な事件だというふうなことになるわけなんです。まあ、こういう出来事があったということなんですね。ただあの台湾と琉球との結びつきは昔から非常に深いです、はい、で日本と琉球は別だというふうに捉えられているところが非常に多いです。我々が言ってもあの琉球同胞来たるという日本人とは違うんだというニュアンスの捉え方をしておるわけなんですね、うん、だからこの宮古島民の遭難事件の時に、西郷嗣道が大日本琉球藩民54名の墓っていうのを作っておるんです、はい、ところがしばらく経つとその中から大日本という文字がね削り取られちゃってるんですよ、はい、で琉球国琉球藩民遭難の日というふうになってしまったという出来事もあります。で一方あの宮古島と台湾原住民山地同胞とか言ってますね、あの高砂族とかボタン族とかいう人たちなんですけど、その間ではあの平成の世の中になってねあの中学生の交流が盛んに行われるようになったわけですね、うん、この事件をお互いに理解し合っていこうということで、うん、沖縄側が中学生たちが行ったり向こうの、その少数民族の中学生を呼んだりしたりしてます、はい、その中で、台湾側の説明の中では実はこの時台湾で非常に微妙な問題が起きていてですね部族間の争いがあってしかもそこに立ち入ってはいけないところに沖縄の宮古島の人たちがたまたま立ち寄ってしまったと、そこから悲劇が起きてしまったんだと、まあ、いうふうな話をしておりました、はい、さてその、 あの台湾迫害遭難の日というのは現在はあの波の上の護国寺にあります。であと一つ私非常にびっくりしたことなんですけど、いわゆる日本軍薩摩軍はあの宮古島の人たちの首狩りをしたという首狩り族の野蛮人を征伐するという名目で出ていったわけなんです、はい、ところがその頃の新聞に出ていたのは錦絵という絵があるんですね、はい、写真の代わりの報道のために絵を描くわけですけど、はい、その錦絵を見るとねなんとこれなんですけどね、あの日本軍自体が台湾の原住民たちを首切りしていると見えますか、ちょっと見ますね、これちょっと私もびっくりしたんですけど、台湾征伐の図っていうのがあって、そこで西郷軍が現地人たちを、まあ、虐殺してですね首を刈り取ってそれを腰にぶら下げて、歩いてると戦争してると、つまり日本の軍隊もですねあの昔の戦国時代の風習がまだ残ってるみたいで、自分の手柄をあの証拠としてですね原住民の首を刈り取ってぶら下げていたということなんで、まあ、台湾の原住民を首狩り遺族だから野蛮だと言って征伐しに行った日本軍もほぼ同じようなことをしていたのかなと思って、ちょっと意外にというかびっくりした出来事がありましたということです。でいいですか、ちょっと説明しますか。これは大工哲郎さんの台湾行き数え歌というやつです。もう変えていいですか、次やりますか、
とですよ。ちょっとだけ、ね、こうやって何分ぐらいですか。もうあと6分です。じゃあフェードアウトして、ん、フェードアウトして、じゃあちょっと私が項目読んでいいですか、うん、ちょっとこれ説明するからさ。あ、はい。今お聞きいただいているのが大工哲郎さんの台湾行き数え歌なんです。あの都八重までは台湾との交流は昔から盛んでして、台湾はとても豊かな島だというふうに思われていました、はい、だから戦争中も台湾に、疎開した人が多かったし、台湾に疎開した人たちは食べ物に困らなかったと。台湾のことを美麗島と言いますよね。美しい麗しい島と言われています。まあ、その憧れの台湾のことを歌っていた歌なんです。はい、どうぞ。もう時間がどうしましょうかね。答え合わせもまだやってないん で、はい、もう答え合わせいきますか。はい、そうですね。もう一つやりたかったのは、うん、そうそう、これちょっと説明しようね。はい、あと一つはですね、10月7日沖縄刑務所で待遇改善を求め暴動が起きたということです、はい、これ去年も詳しくやったんですけど、ね、面白かったですね。いや、あのごく簡単に言うと、刑務所の定員が200名ぐらいの時に戦後混乱期で900名ぐらいの収容がされまして、とても過密な状態になって、そこに不満がたまりたまっているところに瀬長上次郎が送られてきまして、瀬長上次郎が入ったということに勇気づけられた受刑者たちが暴動を起こしたと、はい、とても面白い話ではあるんですけど、ちょっと時間はないんで割愛していきたいと思います。はい、申し訳ないです、はい、ツイキャスのの中の銀の太郎さん来てます。こんにちは、前城さん、与那覇さん、田辺さん、はい、仕事真面目にやっていたから出遅れたいつもはどうなんでしょうか、はい、では最後のコーナーです。うちなクイズ、目の明かし。はい、うちなクイズ、ネーネーズは元の名前を省略したものですが何だったでしょうかと言ったんですけど、 T1 が赤花ネーネーズ、ターチがキジムナーネーネーズ、ミーチがハイサイネーネーズなんですが、正解は赤花ネーネーズが正解です。ちなさどうさんがあのネーネーズを育て出したんですけど、彼は赤花ネーネーズと名付けたらしいんですが、ネーネーズの方が、一人で歩きしまして、もう赤花ネーネーズという名前を知ってるのはほとんどいないんではなかろうかということなんですね。まあ、さっきにあの初代ネーネーズの小蛇美作さんが紙を踏み乱してるんで、キジムナと連想する人もいるんじゃないかと思ったんですけど、いや、そんなことないですゆきさん曰く、あのデビューの当時だからそんな感じじゃなくて、そんなことばらさなくてということでした、はい赤花ネーネーズ、でもね、ネーネーズの方がもう簡単でもうシンプルで分かりやすいですよね、うん、確かにね、はい、そういうことですね、はいはい、もう一曲ねお届けしたかったですけどね、曲もね、平和の龍歌もかけたかったですけどね、はい、また今度にしましょうね、はい、はい、はい、では来週のテーマは何でしょうか。来週11月14日は実は今日の出来事は何もないんですよ。どうしようかな。その前の日がヤンバルクイナーの命名の日だから、うん、まあ、そういう話をして少し余裕ある時間を持てたらなと思っています。はい、メッセージもお待ちしております。沖縄手帳 @gmail.com、ファックスが 098-943-0049 です。お相手ははい、手帳発行人の前城やびた、はい、アシスタントの与那覇潤と、聞き手はゆきでしたと、あ、まだ時間だと、この番組は丸まさん印刷と沖縄サービスさんの提供でお送りしましたと、音声またウィチェウガナビラ